琥珀でにっこりニコニコで切り抜きしはいけど、やっぱそういうテンションでみんな見てんだな。なんだろう、あらかわいい、あらかわいい、何や今の。これ耐久作ろう、この動画の。なんだお前ら全部と受け確認してるかわいい酒で。ほらこうやって見るとプッサンってかっこいいな。イケボ聞かせろハゲ、ナイス、助かる、ボソボソ、あざす。え、めっちゃくないのマジで。普通に後ろはね、何も書いてない。あざまる。ここがね、ちょっとこう元気のファッション脇がこうなってる。おはよう、受注。ほら、なんかこうなってる。上中で呼ればいいのに。まくって使うのすごいいい。元気がおしゃれに見える。すごいなんかデブにも優しい、最近の若者って感じ。あ、確かにデブにも優しい。換気書いてあって、イスケだらけ、アマキ君も届いた。もう完全にアイコス持ってるけどね。コタちゃん可愛いね。もう完全にアイコス持ってるけどね。プッサンのさ、そのデザインがそもそも結構やっぱ服向きのデザインだよね。こうやって見ると白とピンクと紫ですげえ派手だし、これ例えば他の VTuber でやろうとしてもさ、あの要は単色でイメージカラーが2色で単色になってるから、多分ここまで映えはしないと思うんだけど。いや本当にすごいなマジで。ファンタマだし、やっぱストグラというものもだしね、すげえ。どうなるんだろうね、そのほらストグラストリーマーグラセフやるじゃん、次12月ぐらいかな、11月は12月にやるじゃん。あれはどうなるんだろうね、次。ああ、そう、VCR のストグラ、そう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 。まあけどね、なんか警察でいいかなってちょっと思ってた部分はあった、正直。前回救急の人死にそうになってたから心配。救急は、救急だけは本当に嫌だな。本当に救急だけは嫌だな。ポロちゃんとかさ、あとはあの琥珀ちゃんとかが救急隊になったらマジで一生ファームするかに人は走れてんだろうな。無限に救急隊してんだろうな。またカルビちゃん死んでる。科学者はずっと落書きしてた。そう、スプレーでシューシューするファームをしろって指示されて、マジで一生ファームしてたらしいからな。うん、ミッチーとか寝て起きたら琥珀さんがやってて、寝て毎回起きたらまだ琥珀ちゃんが落書きしてた。ずっと落書きしてたらしい。最終日8時間スプレー最終日8時間する、やばすぎる。琥珀ちゃんいつもファームしている。ファームのシャ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 言うてずーっと。すごいよな。なんか琥珀ちゃんって毎回毎回そうなんだけど、 VCR 系のやつ参加型で配信参加するじゃん。みんななんかその一つのゲームにさ、いろんなコンテンツがいっぱいあっていろんなことしてんだけど、琥珀ちゃんだけさ、まじ1個ぐらいのコンテンツしかやってないから、なんか琥珀ちゃんだけスマホゲームやってるみたいな感じなんだよね、マジで。アークの時は恐竜に乗ってこう岩に近づいて攻撃するってゲームしてたの、ずっとこうやって。 GT の時は壁に近づいてスプレーで絵を描くっていう仕事をゲームしてたの。そう、そう、 OTP どころじゃないのよ。そう、琥珀ちゃんがゲームするとゲームのコンテンツ量がスマホゲームぐらいに凝縮されるっていう。なあ、それで配信成り立つのがすげえよ。なあ、尽くす女。いやいや、琥珀ちゃんの配信見たけどね、なんかね、やっぱ可愛かったよ、普通に。なんかね、スイッチのトロロ、YouTube の琥珀だな、あれはもう完全に。うん。二大巨頭わらわら、二大癒し。二大癒し配信者だわ。縛りでもしてるんかな、ちょっとフォローしてきます。両つべの癒し枠、配信長すぎてカメラが充電切れるの面白い。かわいい。ね。かわいい。グラフィック綺麗。な、綺麗だね。広まった感じする。あ、レオメタルないんだ。かわいい。よし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 。もうかわいい。もうかわいいな。琥珀ちゃんの切り抜きしたでる。琥珀でにっこりニコニコで。切り抜きしはやっぱそういうテンションでみんな見てんだな。琥珀でにっこりニコニコ。琥珀でにっこりニコニコチャンネル。にっこり。うん。かわいい。わら。名前がすべてを物語ってる。な。スターフィールド。でカリカリはありますか。どんな感じなんだろう。あらかわいい。あらかわいい。何や今の。めっちゃいいやん。プレミアム。あら。かわいい。え？かわいい、かわいい、あらかわ、あらー、あらスターフィールドもファームしてんのか、まさか。え？与一がカリカリするだけやね、最高、かわいい、あらー、あらかわいい、かわよ、あらー。ねえ、これ耐久作ろう、この動画の。この耐久動画作ろう、この切り抜きチャンネルは一旦。うん。与一で水風呂しないか、
てかさ、コアキちゃんってあれなんだね、目の中ハートなんだね。なんていうんだ、聞こえるの瞳孔でいいのかな、ハートなんだね。あ、けど別に普段は違うのか。あ、あの顔がたまたまハートなだけか。普段は違うっぽいな。仲間が作れるらしい。催眠系の薄い本でよく見る目、いいよね、催眠系。これから研究の動画のオップこれにしてくれ。それが一番エロい。興奮してきた。そういう差分的な感じか。かわいい。なやそれ、かわいい。なやそれ。これ星のスタピーか。ムクムク。叫び慣れてなさすぎだろ。わらわら。研究もあれしろ。わらわら。わらわら。わらわら。叫び慣れてなさすぎない。あまりにも。わらわら。ねえ、普通、うらーって言う、ねえ、ねえ、うわー、うわーって、何やそれ、え？トロちゃんといつも間違える、タイトル見るとこの後の位置がわかるな、うわー、わら、うわー、無理するの可愛い。あ、すいません、すいません、すいません、違う、当たると思わなくて、違う、違う、違う、こんな感じなんだ、このゲームって。なんだお前ら、全部クソ。お、強いこと扱った。おい、おー、強いこと扱うね。結構強いこと扱うね。いい武器持っていい時はな、殺される覚悟がある。やったあげなんだお前。これちょっと面白かったのが、コントをした時に違う、ちゃんとこのひとしきりこれやった後に、これちょチラチラこれ受け確認してんのか、ちょっと当たると思わなかったんですって。なんだお前ら、全部クソ。受け確認してる。かわいい。ちゃんと受け確認してます、これ。どうかなって受けてるかなって。やるんだよな。やばい、笑わせてやります。受け確はやります。うん、あね、受け確はあります。うん、皆さん配信において、配信者の受け格というのはあります。うん。配信あるあるですか、これ。うん。俺もやるから。よいちゃんもやってる。うん。よいちゃんも俺もやってます。カルビもやってます、きっと。うん。コアクちゃんがやってるということがちょっとおもろいです。けど、これ、このキレイチャンネルすげえいいね。こんちゃ、プルルスネミ見てるよ。よし、うまい。いつもやってるよ。カルビは乙女さんにする。よいちは小道なところが小道が取り始めるから。小道出す。これ小道出すよ。くそーい。あ、しないわ。あ、しないわ。あら、かわいい。あ、小道らしない。これ、本当にもう、ここは…かわいすぎやろ。ね。あ、失礼失礼失礼、ちょっと失礼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 、どうかなって、どうかなって、もうやめて、くそ、かわいい、マジでかわいい。モニターをこうやって見るからもうめっちゃ見えんだな、多分。ちょっとこう、なんか強い言葉を使った時に大丈夫かどうかの確認をするのがちょっとかわいいな、これ。大丈夫かなって。コアクちゃんツイッチしてほしいけどな。まあ、まあ、YouTube があれなんだもんね。あれなのか、B って俺一回仕事で一緒になった人の事務所のところか。プアロの大会出てた。そうだよね。あ、これだ、アイルちゃんだ。そうそうそう、この人一緒にやったんだよね。コアクちゃんはいつかガンにも効きそう。だからね、コアクちゃんとかトロちゃんはね、多分ね、ガン効いてんだよね。ちなみにまだその科学的に検証されてないだけで、おそらくがんには効いてるんですよ、すでに。治ったっていうやつがいるから、だから効いてるんだよ、実際。うん、万病に効くとろろ、琥珀、マジか。お前今何してんだろうな。腰痛にも効くし、寿命も伸びます。そうあれやってる。寝起きが良くなりました。やめた。あー、ギリやってる、ちゃんと毎日やってんね。あ、偉いね、ずっと続けてんだね。詐欺師の言葉です。病は気からって昔から言うからな。うん、病気は何にでも効く。俺は成績上がったしな。成績上がったんだ。あ、けど俺もね、ゼロの使いまで受験を乗り切ったんだよな。けどあるんだよ、可愛いで、なんか大事なことを乗り越えるっていうのは。俺は高校受験の時、中学生だったんだけど、その当時初めて深夜アニメというものに接したんですよ。アニマックスっていう、要はケーブルテレビみたいなやつがあって、
それにお父さんが契約してくれて、まあ今で言うとネットフリックスみたいなの、深夜の1時から2時の間にゼロの使い魔と流行ってのごとくがやってたの、受験期にちょうど。俺はまだ中学生で深夜もそんな起きれないし、あと何よりもそのインターネットで動画なんて見れないんですよ。昔はもうパケット制限っていうのがあって、基本的に画像とかを10個ぐらいダウンロードするともうそれでパケットいっぱいになっちゃうの。動画なんて、まあ、もうダウンロードって、まあ絶対できないみたいな、そういうやつで。そうだから、アニメは自分でテレビで見るしかないんだけど、やっぱり昔はね、まだね、萌えアニメとかっていうのはすごい恥ずかしかったんですよ。萌えアニメを見てるって言われるのが、やっぱり友達にも内緒にしてて、親にも内緒にしてて、でそんな中深夜っていうのは親は絶対寝てるから、俺一人しかいなくて俺だけ見れるんだよね。うん、だから深夜に受験頑張ってるっていう、リビングで受験勉強頑張ってるっていう体でリビングで勉強してて、1時2時になったらそれを見て幸せな気持ちになって寝るっていうのを毎日やってたんですよ。でそれを毎日やってたおかげで、アニマックスだから毎日あるわけよ。毎日あるから毎日それをやってた結果、勝手に1日の勉強時間がクソ長くなったの俺ので、めっちゃ学力が上がって受験がうまくいったっていう。俺だから本当にね、ゼロの使い魔、ひいてはクルミヤのおかげで俺は受験に成功したと言っても、そう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 。てかこれさっきの事務所のやつだけどさ、どこだっけ、ここの結構ちゃんとした会社なんだよねこれ。確か会社クソでかかったんだよな。あーそう、ソニーミュージックだ。ここね、ソニーミュージックエンターテインメントなんだよね。だから琥珀ちゃんってぶっちゃけ事務所の会社規模だけ言ったら多分超最大規模のお嬢様なんですよ。そう、コアクさんで実は超お嬢様なの。いやいや、フォローとか余裕でこうやって、だってソニーエンターテインメントだもん。コアク様って呼ばないとお嬢様に一生鉄砲なってるやん。すごいんですよ。じゃあザコシが先輩ってこと。ソニーはホロ潰せる。確かにザコシが先輩になるんだね。はい、だからコアクちゃんにザコシショウさんのことを振ったら、ハリウッドザコシショウ先輩って言ってくる可能性がある。あんたでもセクハラを躊躇するレベル。